皆さんごきげんよう、大和優雅です。クリスマスも近づいてきて、なんかワクワクしてきましたね。今日は庭で採れたレモンを使って美味しいマーマレードを作りました。早速紹介しましょう。まずはレモンの皮を剥きます。私のはね、黄緑色のレモンです。ちょっと硬いので切るとき気をつけて。はい、結構腱鞘炎の手がきついですが。そして次に白い皮の部分も綺麗に取っていきます。これやみつきになります。そして皮を千切りのように細かく切ります。そして白い部分と種は茶こしに入れて包みます。そして皮だけは、沸騰させて冷水を3回ぐらいやります。これが出来上がった感じですね、すべて。さあ、そして普通はね、グラニュー糖を入れると思うんですけど、今日は私蜂蜜がいっぱいあるので蜂蜜にしました。レモンと同じ量の蜂蜜を入れます。まずはお鍋に入れて、これで、グツグツ煮込んでいきます。そしたらね出来上がりはちょっと色の濃いカレーライスのようなマーマレードが出来上がりました。でもめっちゃ美味しかったです。この様子、出来上がりはね、LINE ライブで喋ったんですけどもね、これからね、だんだん寒くなってくるんで、ビタミン C たくさんとって風邪ひかないようにこの冬を乗り越えていきましょう。皆さんもぜひレモンのマーマレード作ってみてね。ではこの動画、面白かった、いいね、やってみたいと思ったら、ぜひいいねボタン、そしてコメントもたくさんよろしくお願いします。そしてまだ登録してない方は登録よろしくね。では大和優雅でした。